こんにちは。先ほどね、終わりました井岡選手と田中康生選手の、ね、試合で、井岡選手が、8ラウンド TKO というところで井岡選手おめでとうございます。いやびっくりしましたね本当に、いや一番予想してなかった結果となりましたね個人的には。いろいろ意見あったと思うんですけど、まあ、個人的にはその 2-1-2-0 ドローが一番確率今回に関してはねあるかなとは思ったんですけどいやまさかの展開ですね、まあ、これがまあボクシングの面白さですよね。まあ、序盤は個人的な見解ですよ。私の田中選手取ったかなと思ってたんですよね。で、井岡選手が若干手数が少なめで、で田中選手のジャブがこうキレが良くてさ、でこのまま行くのかなとかと思ったんですけど、まあ流れが変わりだしましたね。ちょいちょいパンチが当たって、であれをやっぱ作戦だったのかなと、こう打たせといてこう様子見てたのかなっていう気もしますし、まあ井岡選手のパンチは本当コンパクトでね、よく当たりますよね。クリーンヒットで的確なパンチを、繰り出している選手ですよね。でまあ負けてしまった田中選手ですけどね、まだ本当に若いんで井岡選手のインタビューではないですけど、でその井岡選手がたまたま今回は壁になったっていう話ですけど、まあこれ5年後10年後ってなったらね、まあ、どんな選手になるかっていうのが本当に楽しみな選手ですよね田中選手は。間違いなくねこの井岡選手が抜いた後は、日本ボクシング界を盛り上げる選手だと思うんで、今後も楽しみですね。まあ自分としては4階級制覇は絶対できるというふうに思います。はい。で井岡選手はね今後また強豪とね当たるってなりますけど、まあ、これで本当に世界への切符を手にできたんじゃないのかなと、もう認めざるを得ないと思いますね。まあ今はねこのスーパーフライ級っていうとやっぱロマゴン筆頭にエストラーダ、シーサケット、クアドラスといったねこうループが否めないですけど、まあ、そのな、ね、中に入るような選手だと思いますし、で個人的にはねその選手以上に強いとも思ってますんで、やればまあ非常にね、面白いですよね統一戦。まあでもこの今いてるチャンピオンの中で一番誰とやったら厳しいかと思うと、厳しいっていうか、最強の相手かなと思うと井岡選手とやった時に個人的には、まあ、アンカース選手かなと、いやー一番強いんじゃないのかなとスーパーフライ級で、っていう風に思いましたね。なんで本当にいろいろ意見あると思うんですけど、このアンカースと井岡選手見てみたいですね。あとエストラーダ選手と井岡選手を見てみたいです。はい、っていうところで、今回はね、井岡選手お疲れ様でした。